知床型給油艦は、大日本帝国海軍の給油艦、能リョ型給油艦、または、襟裳型給油艦とも呼ばれる。能リョ型給油艦として、大正6年度の84艦隊計画で2隻、7年度の86艦隊計画で5隻の計7隻が建造された。当初は、計8隻の建造が計画されていたが、うち1隻は久家庭艦として建造されることとなり、 旧家庭艦、マミアとして巡航した。ノトリョ型給油艦として巡航した7隻のうち、1番艦、ノトリョが後に水上規模艦となったため、一般的にシレトコ型給油艦と呼ばれる。さらに2番艦、シレトコは旧兵艦兼旧旦艦に改装されたため、3番艦の名称からエリモ型給油艦とも呼ばれる。サタは後に潜水艦給難設備を搭載している。 計画当時、大小合わせて4隻のタンカーしか所有していなかった、日本海軍が初めて同型艦を多数建造した、給油艦で、船体は小船式だった。当初は外国からの重油輸送に使用されたが、大小末期頃からその任務を民間タンカーに譲り、洋上給油装置を装備して艦隊に随伴し、給油を行うようになった。 海軍のタンカーは民間のタンカーとは違い、同乗者の居住区画や補給用マミズタンクなどがあり、補給任務にも使用できるようになっていた。一例としては、エリモは太平洋戦争での南方作戦時に、ボイラー用及び内科機械用、重油8000トンと清水600ロットンを搭載した実績がある。春行日,日。理由日本海軍特務艦船 P17 では、色は、艦本式水艦艦4機としている。基準速力はタイプを打ち直しており、1、ノットとなっている。T14、公文理工42、特務艦用目の実際の航続力から10ノットと判断した。戦士総始31海軍軍船備1、不評、第2その3、対正12年3月長官邸用目等。 一覧表その3潜水艦、水雷艇、特務艦によると1923年3月調べで142名、日本海軍特務艦船士、P17 では、としている。ありがとうございます。